暑いから気をつけてください。ホームレスの人向けの炊き出しか。本当にありがてえよなこれ。おい、あんた、炊き出しってのはな、ホームレスのためのもんなんだよ。は？いや、別に俺はもらいたいわけじゃねえよ。あんなに見てて、しらばっくれんじゃねえ。待てって、違うって言ってんだろ。寺門さん、そこまでにしといた方がいいって。お腹が空いてイライラする気持ちもわかるけど、それより炊き出し並びましょうよ。このアマちゃんが。炊き出しってのは俺たちの生命線だろ。おい落ち着けって。ああ、元はといえばてめえのせいだろうが。危ない。 Bro, I just showed up. Oh. おい大丈夫か。All right, you asked for it. Boom! Pigeon his ass.5K! That's right. Oh. You got knocked out. I knocked him on his ass.すみませんでした。お。Everyone's hungry. Hello? Huh? Huh? Yo, hype!I'm not actually homeless. Oh. Hello. Ooh. Oh my God.マジか。あの。Not really. Are you serious? No.ありがとうございます。あ
Guess I'll come back later. Time to actually do an actual mission. It's been an hour and I've only done sub stories. Huh? Ora, ora! Sassa to kane dase ya! Hey! Temera! Show more good to yatten janezo! Huh? Nanda, omaewa! Huh? Kite kretan desme! Baitohero.com no kata desu yo ne! Huh? Huh? Baitohero.com? Oh, this is a sub story. I thought I walked into the main quest. なんだかよくわかんねえけど、邪魔するってんならあんたを先に痛ぶってやるよ。You not just see me beat down those other guys? 容赦しねえぞ。よし。They're tough. してみるな。You. Nice combo.Annihilated him. Oh, nice hit. Boom. Bop.4,000 yen. ありがとうございました。さすがバイトヒーロー .com さん、頼りになるな。だからそのバイトヒーロー .com って何なんだよ。え？違うんですか？お待たせしました。What the hell？ バイトヒーロー .com のものです。ん？はは、こいつが依頼のあった。駆除してほしいチンピラですね。確かに人相悪そうだ。金にも困ってそうだし、変な髪型だし、最悪ですね。ああ、いや、この人は。お任せください。バイトヒーロー .com の名にかけて、すぐにレスキューしてあげますからね。死ねえ、このクソチンピラが。Doesn't sound very hero-like to me. 正義は強いぞ。ほら、およ。Oh! Yeah, I'll stun you, bro. I don't get stunned. Beat his ass, beat his ass! Oh, he's tough. Boom! That did some damage. Oh. どうするかね。ほら来いよ。舐めないでくれる？逃げるなら今のうちだぞ。Oh, beat him down. してみろ。Oh, got it. Who's going next? Lower your attack. That's not dumb. Probably finish him off with a basic attack.5,000 yen! We're getting so rich! Nanda, この chimpira! Zui! Dagara chimpira janete! So, this. この人は僕を助けてくれた人なんです。助けてくれた。どういうことですか？
先ほどは勘違いしてしまいすみませんでしたね。こんなことしかできませんが、お詫びの印としてゆっくりお茶でも飲んでいってください。はっはっはっは、じゃねえよ。タグ、何なんだよあんた。申し遅れました。私、ヒローと申します。株式会社バイトヒーロー .com の社長をやっております。ちなみにこの社名は私の名字ヒローとヒーローがかかっていまして。Hilarious. で、さっきからそのバイトヒーロー .com ってのは何なんだよ。バイトヒーロー .com はアプリから誰でも簡単にお助けヒーローを呼び出せるという画期的なサービスです。ヒーローを呼び出す。困っている人から依頼を受けたら、こちらでアルバイト登録しているスタッフ、通称バイトヒーローを派遣し解決するというサービスです。まあ、ざっくり言うと派遣型の便利屋みたいなものですね。簡単なお使いや人探しに猫探しまで幅広い依頼に応えているんですが、今やひっきりなしに依頼が舞い込んでいるんです。へえ。だが便利屋って大体似たようなことをやってくれる気がするんだが、なんでここはそんなに人気なんだ。実はうちが他の会社と違うのは、悪党撃退サービスも請け負っているということなんです。悪党撃退サービス？先ほどのお客様のようにチンピラなどのしょうもない連中に絡まれた時に、そいつらを撃退してあげるというものです。偉人町は異常に治安の悪いどん底の町ですから、そういった需要が多いと思って始めたんですが、結果的に大成功でした。なるほどな。だからさっきのやつは助けに入った俺をバイトヒーロー .com の人間と勘違いしたってわけか。そのようですね。いやはや、あなたのように無償で人助けをするような方がまだこの町にいるとは感動です。まさにあなたのような人こそヒーローと呼ぶにふさわしい。別に気に食わねえやつを殴っただけだ。じゃ俺行くぜ。ああちょっと待ってください。 Isn't this your thing, Ichiba? Being a hero? だよ。もしよければあなたもバイトヒーローとして働いてもらえませんか。バイトヒーロー？俺もここで人助けしろってことが？はい、うちのサービス非常に好評いただいていて、依頼が想定以上に舞い込んでいるんですが、その反面依頼をこなす側、バイトヒーローの登録者が少なくて困ってるんですよ。悪党を撃退できるほど強い人材ってなかなか見つからなくて、現状依頼を受けているのに助けに行けないような状況が生まれてきているんです。この町はどん底の町、一般人には危険がいっぱいです。一人でも多くの人を助けたい。でも私だけでは案件をさばききれない。だから俺に手伝えと。あなたは腕前も素晴らしい。そして何より弱い人を助け悪を倒すという正義の心を持っている。バイトヒーロー .com はあなたのような人を迎え入れたいのです。もちろん成果に応じた報酬は払わせていただきます。結構なお金になると思いますし、That's all you had to say. 人助けにもなる。いかがでしょう。この町の平和のためにもお願いできませんでしょうか。わかった。どれだけやれるかはわからねえが、登録だけはしてやるぜ。おお、ありがとうございます。一緒にこの町をレスキューしましょう。なあ、俺は春日一番だ。よろしく頼むぜ。春日さんですね。では詳細の説明をさせていただきます。それでは町の平和を頼みますよ。ねえ、バイトヒーロー .com 経済稼ぎには最適かもな。
暇を見つけて依頼をこなしてみるか。There's two cats. Part-time hero.Oh my lord. Oh, I can get so much money.分かった。 All right. Let's talk to dudes. All right. Hello. Oh, okay, bye.Camera out, come kill me. Oh, you look like a tough guy. How's it going? Ew. Why is his name Rude Resident? He hasn't even said anything rude. Nobody wants to talk to me. Mata.Oh, there's some dudes coming to fight us. Huh? Nah. She can fight too. Chotto.いや
おい。No。ああ。Hello. Oh, lots of guys. Hmm. Chotto. You.Human Manju. Let's do this, punks. Eat fire. How many are you guys gonna hit with this?Quite a bit. Namen da yo. Boom, boom. Oh, you're resisting. That lands a lot. Oh, wow, that's a lot of damage.I suck at this. Knock you out. Good pigeon, bro.Take him down, take him down. Beat his ass with normal attack. I lied. Get a crit. And last one's going down. Fire. Everyone leveled up, so we get full health too. Hell yeah. まだ成長できるぞ。おい。He would never kill. Boy. Boom. Ksa. Ne.Oh, that guy. Oh. There he is. Oh.
な。え？おい。Yes. 失礼ですが、どなたかのご紹介でしょうか。紹介？紹介なんてねえよ。ただ通りかかっただけだ。申し訳ございませんが、当店は会員制となっております。What? 他のお客様、もしくはホステスの紹介がなくては入店できません。会員制？どう見たってそんな高級には見えねえんだけどな。あなたからどう見えるかはさておき、会員でない方はお通しすることはできかねます。じゃあ今ここで会員にしてもらえねえか。それもできかねます。それにそちらの方は警察関係の方でしょう。なぜそう思う。私も伊達にたくさんの方を見てきたわけではありません。何か私どもを疑われているのですか。不法滞在者の雇用を疑ってるってことか。そんなら心配ねえよ。俺たちは誓って札でも入管でもねえ。そうですか。とはいえ決まりは決まりですので、例外を認めるわけにはいきません。お引き取りください。ちょっと待って、ホステスの紹介があればいいのよね。 She is a hostess. そうですよ。あなたの知り合いが当店で働いているんですか。いないわよ。でもこういうケースならどう。 Oh, what? 私がこの店のホステスになる。そしてこの人たちをお店に紹介する。これでどう。はぁ、ね、I can't read Japanese. 当店は中国パブです。ホステスは全員中国人か中華系に限定していますので。私、生まれは日本だけど、両親は中国なの。だから私は中華系日本人ってこと。ここで働く権利があるはずよね。本当ですか？ Yo, this girl. 何よ。あんたただのボーイでしょ？疑うっていうの？いえ、そういうわけでは。わかったわよ。じゃあ私がここの店長に話しつけるわ。ついでにここのボーイが私のアイデンティティまで疑った挙句、門前払いにしたってクレームさせてもらう。 Oh, she takes no shit. 待ってください。わかりました。とりあえず店長に話してみます。ただし退入できるかどうかは面接の結果次第ですので。わかってる。早く案内して。マジで大丈夫なのか。敵のアジトみてえなとこだぞ。何も起きねえとも限らねえし。あんたたちは命がけでやってくれてる。だから私も私でできる。 Yeah, this girl's awesome. 大丈夫だからやらせて。わかった。無茶すんじゃねえぞ。任せて。私が何年キャバ嬢やってると思ってるの。じゃ、うまくいったら電話するから。あんなんでうまくいくか。あいつをさっちゃんを信じよう。おう。I can only craft weapons Ooh. Now. Yes! Please! Nope, 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 nope. Go away. Dare mo ine no ga? Oi! Sumasen!なんか用すか。
Hey. バットを直してくれるって聞いてきたんだけど、あんたここの人？はい、サワスミレス。こう見えても一応ここの工場長なんですけど。工場長？こんな若い子が？え？若い女が工場長じゃ不安すか？いや、そんなことねえけどよ。で、直してほしいっていうのはこのバットっすか？確かにかなり長期間ほったらかされてた感じがする。結構錆びてるし。まあ広いもんだからね。でも大事なバットなんだよ。ん？っていうかもしかしてこのバットって勇者シリーズ？え？なんだそれ。製造元の倒産で一時期しか製造されなかっためちゃくちゃレアなバットっすよ。まさかお目にかかれるなんて。すごい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 。ぜひ私に直させてください。今回は特別無料でいいですから。え、わし本当か？フリー。ええー、こんなレアなものをいじれるなんて修理工妙理につきますもの。ぜひにぜひに。ありがとうよ。よっしゃ、じゃあ早速作業に入ります。よっしゃ行くぜ。What's happening? めっちゃいい感じ。よっと、よっしゃできた。すげえ気合だな。私元ヤンなんで何でもかんでも気合入れたがるんすよね。それより、はい、これお待たせしました。 This is like super... What? すげえ新品みてえにピカピカになってるじゃねえか。それだけじゃないっすよ。これからなるべく傷まないように特殊なコーティングも追加したっす。以前よりも、よし、丈夫さも向上したはずっすよ。ありがたく使わせてもらうぜ。すげえ腕前なんだな、あんた。ま、修理の腕は自信あるんすよね。経営の腕の方はからっきしなんだけど。よし、help out。ガランとしてるな。経営、あんまりうまくいってねえのか？あんまりっていうか、全然。Oh, what happened? 今のご時世、服でも物でもちょっと壊れたら捨てて新しいものを買うのが当たり前ですから。修理工なんて入らないんすよ。それにうちは前の工場長、私の父親がダメ親父で、遊んで借金作ってその返済に機材の大半を売り払っちゃったんす。だからここに残ってるのは売れ残りのボロ機材だけ。そうなると受けられる仕事も限られちゃって、どんどん受注契約もなくなっちゃって。そうなのか。でも私はこの仕事が好きだし、ここも大好きなんすよ。この工場を始めた私のじいちゃんはすっげー腕利きの技師で、死んじゃった今でも私の憧れで目標なんす。そんなじいちゃんの思いが詰まったこの工場をなくしたくない。だから親父が放り出した後も一人でなんとか頑張ってきたんすけど、Respect. そろそろ限界かもしれないっすね。もう今の時代必要とされてないのかもしれない。修理工もこの工場も。あのよ、俺今がどういう時代なのかよくわからねえけど、こんないい腕と情熱持って頑張ってんだ。今はどん底でもきっといつかうまくいくんじゃねえかな。え？まあホームレスから抜け出したばっかりの俺が言っても説得力ねえかもしれねえけどよ。でも少なくとも俺はこれからもこの工場であんたに頼みたいと思ってるぜ。
それは忘れないでくれよな。 Yeah, help her out. 熱い人なんすね。今の時代、珍しい。お客さん、名前は？春日一番だ。春日さんか。さっきの言葉が本心なら、またいつでも来てくださいよ。バットだろうが、なんだろうが、新品以上にしてみせます。ただ、次回からは金取らせてもらいますけどね。Got it. ああ、もちろんだ。よろしく頼むぜ、スミレちゃん。Hell yeah. We're gonna be so strong now. The hell? Hello? Pog. Well, got that. Alright, I want to upgrade first.So let's check a new bat, bro. Oh, only plus one. Shit. Hello. Oh, nail bat? I don't have enough. What? This stuff's wild.Guessing crats for now, I guess. Ooh, how much can I upgrade it? It's even a good idea.What pay that much? Right, Brooks, fuck. So we'll just equip that for now. How do I call my homies? Or do I have to be Ichiban for that? To call my homies. Oh yeah, I have to be Ichiban. Nancy! Oh my God.Nancy's the best. Piss off. Hey, buddies. I'll beat him up for you. Back off my client, bro.Oh, they're level. They're high level. Let's see if I can stun this guy. Yeah. Alright, let's kill this guy now. Oh, he's weak to it too. Alright. Kinda weak.
Wait, let me do this too. They're not even that strong. Even the normal attacks are strong. The hell? Alright, bye. I don't money, bro. What do I get? ¥10,000 Oh, we're fucking rich now. What's up, buddy? Oh. You don't know what to say. ありがとうございます。I got you, homie.そう。Hello. She likes flowers. ありがとうございます。No.Yo, let's go! You got this, bro. You got this. She has flour on her apron. Doctor.Oh, I don't get to hear what they're saying. No. Hey. Can't wait to look to hear about it afterwards. I got soup. Don't hit me! Your savior is here! Titanium anklet? Wow. Oh, they're kind of tough. All right. The one's on the ground. No! Son of a bitch. Holy. You're not so tough.やってみろ。とっておきだ。これの番ね。ビジョン。とっておき。
よ。俺の番か。I reckon charging at both of them. You blitzed. Get him! $10,000 yen. Oh yeah, beautiful. Let's plant some shit. Sure.Yeah, this too. Yes! Fuck yeah, I do. Yes, I know how karaoke works.よっしゃ歌うぜ。逃げおほ。Passionate backup。耳かっぽじって聞けよ。Yeah! I sing for you! バカみたい。Yeah, Nanba, let's go. Yay! 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 I love you more. Loku ni iwanai.Damn, Nanba, let's go. A funny thought. Dame dane, dame yo, dame nano yo. Daga, suki de, suki suki de. Dore dake, tsuyui o sake demo. I got distracted and messed up the combo.I'm not stupid. I like this song. Hell yeah, more. Yosha, utauze. Never heard Ichiban's song before. Sore dewa, kiite kudasai.情けなくて恥ずかしくて逃げ出したくなる時はあるかい悲しすぎて虚しすぎて死にたくなる日はあるかい俺はあるでもまだ終
Same playing Dragon Quest. Oh yeah! Let's go. That was a short song. Go! Alright. You're a Trinidashi. どの曲にするかな。 I love Machine Gun Kiss. Midnight Shadow. My sweet hey, your future.Let's go, Adachi. Machine gun kiss to just fall in love. Yeah, yeah, yeah. Oh, pff, I thought that was a rapid attach. Hell yeah, that was awesome. いらっしゃい。Oh, I have nothing to make. ありがとうよ。そういやよ、お前の背中は。あ、ハマの子。アリス、ハマの子。最近流行っ。I thought I had more stories than that. Adachi-san, 今日は持ち込んだカップ酒じゃなく、ちゃんと店の酒を頼んだんだね。うん？ああ、これはお冷やだ。水だよ、水。珍しいな。休館日か？いや。コンビニでカップ酒を買う金もなくてな。え、そんなに金欠なのか。まあ毎月この時期はいろいろあってな。なんだ、借金でも抱えてんのか。ちげえよ、たかしに金を送ってんだよ。たかし君って確か20年前に誤認逮捕されたくすみの一人息子だったな。ああ、俺がたかしの証言を信じなかったばかりにクスミは5人逮捕されたんだ。だけど足立さんはクスミを釈放しようと動いたんだろ。それを
堀之内が握りつぶした。今さら言い訳したって、獄中で自殺した久住が生き返るわけじゃねえ。久住が死んでほどなく、嫁も辛労で倒れて亡くなった。天涯孤独になった隆は施設へ引き取られてよ。それから俺は毎月隆に金を送ってんだ。偽名でな。偽名？隆からすりゃ俺は親父を無償送りにした刑事の一人だ。そんな人間からの金は受け取るのが拒まれるだろう。そう考えて山田って偽名で送金を始めたんだ。足立さんなりの配慮か。だが見ず知らずの山田さんから金が送られて、たかし君は疑問を抱かないもんか。そこも抜かりはねえよ。山田さんは社会貢献が趣味の資産家ってことにしてんだ。これならたかしも気兼ねなく金を受け取れるだろう。社会貢献が趣味の資産家か。It's a real commitment. なんか俺涙が出そうだぜ。なんだよ急に。本当はしがない公務員、いや今やそれさえクビになったってのに、事実を伏せて隆君のために金を送るなんてよ。足立さん、あんた男の中の男だぜ。どうやら春日の金銭に触れちまったようだな。しかし20年送金を続けるなんて本当に立派なもんだ。まあ隆の生活費の足しになればと思ってよ。しかし給料をもらってた警察時代ならまだしも、今となっちゃ足立さんも相当大変なんじゃないのか。まあな、そいつは否定できねえ。隆君だって今やいい年だろ。25だ。もう送金がなくても自立できるんじゃないか。それが隆は司法浪人でな。司法浪人ってことは、隆君は弁護士を目指してるのか。ええ、その通りよ。隆から月に1回送金のお礼や近況が書かれた手紙が届くんだ。That's nice. あいつ昔から弁護士になりたいって書いててよ。冤罪で逮捕された親父さんのことで思うところがあったのかもしれないな。だからこそ俺は隆が司法試験に受かるまでは援助を続けようと決めたんだよ。だけど司法試験ってのは大変なんだろ。ああ、隆も大学生の頃から挑戦してんだが、なかなか苦戦しててよ。今は最低限のバイトと俺の送金で生活しながら、ほとんどの時間を勉強に当ててるらしい。隆君、受かるといいな。今年あたりは合格してほしいもんだ。足立さんにとっても送金はかなり負担だろうしな。まあ正直な話それだよ。何年も司法浪人されちゃ俺の懐がたまんねえ。なるほどね。足立さんが金欠な事情がよく分かったよ。応援したくなっただろ俺のこと。そりゃ応援するさ。じゃあ一杯ごちそうになっていいな。なんだよ、ちゃっかりしてるな。応援してくれよ酒で。わかったよ、今の話聞いて断れるわけねえしな。マスター、注文いいか。